RE 雨宮伝説冷戦に引き続き、海女さんの報復窃盗のチューニング人生を振り返る。より抜き雨宮さん、 RE 雨宮伝説第2弾、チューニングか&ストレート編ダウン。そのお利口さんは誰ですかね。近所の子供ですか。いや、僕です。多分12年、中2ぐらいですね。今も小柄な海女さん、子供の頃から背が小さかったため、中学生になっても小学生に間違われるような可愛らしい少年だった。わずか数年でこんなになっちゃうとは誰も想像できなかったという。どうで失ったのは中学2年生ですからね、僕は。中2って言うと、この子が早すぎる童貞喪失で、海女さんの何かが弾け、女好きが始まったという。過去の映像からいくつかの証言を紹介しよう。ちょっと昨日、大きい声じゃ言えないんですけど、しつこくナンパされたんです。アメミヤです。可愛いからバッチリ。どうもどうも。いつもあの違うギャルを隣に乗せて走ってるというのはもう業界では有名ですけどもね。いや、これも仕事のためです。なるほど。今年はね、もうかっこいい車作ったもんでね、まあできたら若いギャルを乗っけて遊びに行きたいですね。去年の抱負とほとんど一緒ですね。海女さんは女あさり、いや立身出世のため15歳の時上京を決めた。とりあえず東京に行って、やっぱし金儲け、なんとかお金儲けて、親にやっぱしね、楽させてやりたいって感じですね。海女さんが金儲けの舞台として選んだのはチューニングカーの世界だった。チューナー雨宮ここにありと宣言するため、選んだステージは多くの走り屋が集まるストリート。当時早ければ正義の時代、目指すため、そして勝つために、海女さんはさまざまなマシンの世に送り出した。頭角を現したのはこのロータリーシャンテがきっかけ。軽量コンパクトなボディに 12A ロータリーエンジンを積んだ爆速軽自動車だ。まあ、これはストリートじゃないんですけど、まあ、シャンテで透明ですね。で、まあ、ポルシェの930ターボとトントンでしたね。あの、ごめんなさい、透明はストリートのような気がするんですけど。その930ターボオーナーが後に語ったインタビューが残っている。もうこの世で絶対速い車に乗ってきたと思っていたんですけどね。ちょうどこう温まったフライパンでバターがポンと落ちたのに、スワッスワッとこういう感じで行かれちゃった瞬間にね、もう横浜通りちゃいました。当時ストリートで速いと言われたマシンを次々に退け、一目置かれるチューナーとなった海女さん。アリーアメミア SA22C を仕上げると、すぐに創刊間もないオプション誌の表紙を飾った。これがその時の写真だ。でもちょっとジャンプしすぎじゃない？そこのジャンプしてる車の運転手さんがだいぶ肩がこう硬直してる感じがする。ひどい弾けたんですか？浮いちゃったんですね。ひどい弾けたんですよ。忘れてたんですか？いや、入れたつもりが入ってなかった。早いし面白いし女にモテる。海女さんは瞬く間にストリートの有名人になった。昔あの滝槍山路がなんでこんなに大国に成分を集めて海女さん逮捕されないんだって不思議があって。山路は滝槍で暴走です。僕は競争です。走り屋です。あ、そうですか。マシン性能の向上とともにストリートに物足りなさを感じていた海女さん、その思いとこうするようにオプション誌主催でチューニングカーの限界性能を競う矢田部最高速テストが始まった。速さでは誰にも負けたくない。矢田部でも海女さんは常に最速記録を叩き出し続けた。海女さん自身が作り上げた矢田部最高速マシンの中で特に印象深かったというマシンがこのフォルティス RE7 だ。 13B エンジンをサイドポート加工し、トラストのビッグタービン TD08 で武装。400馬力を絞り出すロータリーエンジンは当時としては驚きの存在だった。最高速度時速 315.10 キロ、 FC3S の限界を引き出すことに成功した。ただやっぱり最高速出したいって、そういうことでなんか盛り上がってましたからね。もう本当に無我夢中で遊びどころじゃなかったですね。
山さんはモテる技術をより進化させるため最高速チャレンジの舞台に次々とマシンを投入していった。 FC3S で NA 最高速を狙ったレドム3ローター NA7、 FC3S に TD05 タービンを2機掛けし時速300キロまでの到達時間を競う0300にチャレンジしたボメックスツインターボ。FD3S がデビューすると海女さんは先陣を切って矢田部に持ち込みトライを開始。アリー・アメミヤの類まれな FD チューンの基礎はここで培われていったのだ。 NA3 ローターの熟成も FD を使って継続した。この時代にうちはもうモーティングテレメダつけたんですよ。矢田部走ってる時でもコンピューターに急旋回転回ってるのが全部今じゃ普通ありますよね。テレビをつけてました。うちはもうトラブルに見舞われながらも NA での時速300キロオーバーを記録した。ありがとうございました。オプション誌の矢田部テスト終了に伴って海女さんは次なるステージを模索していた。そんな折リーダー明と森戸学が86チームミトナットレーシングを結成、勢力を拡大していた。海女さんが面白いことやってんじゃないか、負けてられねえべと言ったかどうかは定かじゃないが対抗組織の結成を決意した。爆走五輪火山出陣だ。いや僕は二輪火山だけど斉さんが不輪火山って言ったんですよね。だこれ良かったですよ不輪火山で。そりゃそうでしょ、有林火山じゃちょっとね。スーパー GT で雨宮号のドライバーを務めていた竹有山路。この男が素性の良さから風林火山構成員またいドライバーに抜擢された。一旦火がつくと止まらない。海女さんは自ら風林火山 SA22C を組み上げ竹有に託した。そして筑波でのテスト。チェス、いや、取れちゃいそうなんで、面白い。本当にもバタバタ。あんなにもバタバタ。なんか柔らかいんですよ。大丈夫だよね。あれ、イチゴが飛んでんだから。スピードしないよ。海女さんによるよくわからない大丈夫の一言とともに、風林火山 SA22C はデビューを果たしたのだった。SA 完成から1年半、海女さんのファクトリーに1台の FC3S がセルモーターで入ってきた。これは…海女さん久しぶりです。どうもどうも。なんだお前バカ野郎。お前 SA はどうしたんだよお前。 SA ですか。 SA ちょっと売っちゃいました。え、新しいのが欲しくなっちゃった竹槍が廃車寸前の FC を持ち込んだのだ。ちゃんと教えてやるからお金かけないように。あ、自分で。はい。おおおお、お前何やろ。自分のマシンは自分で面倒を見ること。フレーム修正からエンジンポート研磨まで数々の失敗を乗り越え、コツコツ磨き上げること半年、スーパー FC 竹槍7が完成した。もちろん海女さんが手伝った。いや、むしろほとんど海女さんが作ったマシンなのだが、その過程を知ってるだけに竹槍の思い入れもひとしお。筑波に持ち込んでタイムアタックしてみると、なんと58秒台突入。世界一速い FC3S の称号までゲットしちゃったのだ。そしてさらにさらにこのマシン、この後嬉しいサプライズまで。こちら2002年オートサロン表彰式、グランプリは RE 雨宮風林火山、はい、竹槍です。おめでとうございます。まさかのチューニングカーブもグランプリ獲得だ。ビデオオプション主催のつくばスーパーラップが始まると、海女さんのファイティングスピリットにまたもや火がついた。しかし主催者指定のドライバーは後に海女さんの天敵となるラーマン山田。海女さんはラーマンのことどう思ってるの。いや、もっとこの人はレーサーなんですよね。本当はすごい真面目だったんですよ昔は。すごい真面目だった頃のラーマンの映像がこちら。誰ですかこれ。
タマさんがスーパーラップに持ち込んだ渾身のマシンはアリーアメミヤスーパー G7 TD0725G タービンで460馬力目標タイムは58秒台だ。ラーマンしっかりお願いしますよ。まあ、車線ドキドキするよ。さすがね、まあ、ミーが乗ればね、もうもちろん1分切るのは間違いない確かに1分は切ったが、浜さんの目標タイム58秒台には遠く及ばず。日を改めてラーマン再びチャンスをもらうことができた。時間切れ、温めたらもうそのままアタックしていいですよ。アタックしていいですよ。どうしたの？何したの？いきなり。あら、やっぱり路面温度、路面がね、やっぱりこう冷えすぎてたっていうのがね。正直どう思いました？粘ってんですよね本当に、自分悪くねとか言ってんですよ。いや別に嫌いじゃないですよ、好きでもないですけど堪忍袋の尾が切れた天さんはドライバーを松本選手にチェンジ。長年の努力が報われ、無事58秒台をゲットした。あらゆる走りのステージの最前線を行く天さんだが、遥か遠くの存在なわけじゃない。車好きの若者に天さんと呼びかけられるのが何より嬉しいという。そして今も現役でストリートの走り屋であり続けるのだ。ストリートで思い出されるのが投稿マニア湾岸の千葉くん。過去の投稿ビデオに天さんの貴重な映像が収められていた。天さん、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 あ、あ、ここで行っちゃった、ここで行っちゃったよ。天さんだ。かっこいいな。いやー、天さんの横に乗れるなんて嬉しいな。出ないって言っても結構出てますよ。スピードに魅せられレース、チューニング、ストリート、さまざまなステージで伝説を打ち立てた天さん。多くのファンたちが今も天さんのもとに集まり、そのスピリットと走りに熱い視線を送り続けている。天さん自身の情熱も衰えることを知らない。天さんの作るマシンはコンセプトやデザインにおいても比類ない驚きに満ちている。想像すらしなかったマシンにロータリーエンジンを搭載してみたり、元の車種がわからないほどまでに内外装を一新してしまう。浜さんにマシン作りのコンセプトについて聞いた。どっちかというとね、やっぱり車はね、そのやっぱ丸く丸くって感じですよ、僕はね。丸い雰囲気が好きなんですね。とんがった感じで 丸く丸くって、まあどっちかというとワーゲンとかポルシェとかそういう感じのイメージが好きなもので。さらに極めつけ、 AZ1 に3ローターターボを搭載してしまった驚きのマシンだ。天さんが持つ独特のセンスはいつも我々に驚きを与えてくれる。いやー、やっぱりまだまだセブンで行きたい気持ちなんですけどね。で、まあセブンが本当に続行って感じですね。まあまあ、最終的にはね、お金で解決するって感じで。お金まずいですから、これは。チューニング界の金字塔、RE アメミヤの成功の裏には、努力、情熱、センス、そしてお金の力があった。天さんはこれからも驚きに満ちたマシンを世に送り出し続けるだろう。目が離せないぞい。